まあ、チームが調子いいってことと、はい、まあ、自分のポジションで、まあ、試合に出ている選手が、まあ、すごいいいパフォーマンスをしているので、うんうん、まあ、なかなか試合に出れない時期っていうのは長かったんですが、うんうん、ちょっと夏の中断期間で、まあ、フォワードで試されていて、はい、まあ、それでベンチにずっと入ってて、うん、まあ、出場時間はすごい短かったんですけど、うん、まあ、とりあえずリーグ初出場できたことは、まあ、ほっとしてましたね、とりあえず。いや、今またちょっと戻っちゃったんですけど、うん、まあ、ブレンネルが出場停止で、フォワードが、まあ、足りなかったというか、うんうん、まあ、その時期に、まあ、フォワードを、まあ、練習試合だったり練習とかでやってて、うん、まあ、そのオプションの一つとして、うんうん、まあ、考えてくれてた感じですね。まあ、僕はヘディングが結構得意なんで、まあ、その試合展開の、まあ、点を取りに行くときに、まあ、僕のところに放り込んでもらったり、あとはスピードもそこそこあるんで、裏への抜け出しだったりで、まあ、コーナーを取ったり、そういう戦術で、まあ、なかなかうまくはいってたと思うんですけど、まあ、そのリーグ戦ってなると結構勝ってたので、うん、僕が入った時にちょうど2試合とも勝ってたので、なかなか、まあ、そういう展開にはならなかったかなっていう、うん、ヘディング、まあ、空中戦のところ、まあ、ジャンプ力だったり、うん、あとは、まあ、対人の強さ、まあ、ガツガツいけるところだったり、まあ、スピードもそこそこあると思うので、うんうん、アジリティとか、まあ、そういったところですね。2年目にセンターバックになって、はい、1年センターバックを経験して、はい、まあ、シーズン終盤に少し出場機会があった状態で3年目を迎えたので、うん、3年目の入りとしてはもう開幕スタメンを狙っていくぞっていうぐらいの気持ちで、まあ、2年目はもうセンターバック1年生みたいな感じでちょっと教えてもらうことが多かったんですけど、うんうんうん、今年からは、まあ、自主的に周りに指示出したりっていうことが、うん、まあ、できるようになってきて、うん、まあ、その中で、まあ、ポジション争いっていうので、まあ、に敗れてしまってはいたんですけど、そういうところでは、まあ、成長は見られているかなと思います、うん、いや、こんなに多分ヘディングを練習するチームないと思うんで、はい、まあ、でも小学生ぐらいの時から、まあ、父親がサッカー選手だったっていうのもあるんですけど、はい、うん、しかもサイドバックだったんで結構クロス上げてくれてて、おお、はい、で多分小学校の時からヘディングは多分他の人よりやってたんで、まあ、その感覚はすごいあったんですけど、うんうん、まあ、高校大学とそんなにクロスをなんか用いてサッカーするチームじゃなかったんで、なるほど、そんなになんかヘディングを活かせてなかったんですけど、ああ、はい、で秋田監督のチームになってすごいヘディングをするようになって、まあ、その時の感覚、まあ、やっててよかったなっていうのと、うん、その感覚みたいなのが、まあ、生きたのかなっていう思います。ああ、なるほど。まあフォワードだったら、まあ、短い時間でインパクトを残すのとチームに貢献することで、まあ、後ろだったらやっぱり、まあ、ストロングポイントはあるんですけど、やっぱり安定感だったり、うん、90分通してミスなく、うん、ビルドアップだったり安定感ですね、そこを出していければ、うん、食い込んでいけるかなとは思います、うん、やっぱり監督の言うことです。監督本当に本当に細かく、こういう時はこうで、こういう時はこうでって、まあ、ミーティングとかもちゃんと長くしっかりやってくれるんで、ね、うん、なんか他の選手のあれですね、始めたばっかりいろんな選手とか見ちゃうと、そんななんかいろんな選手のいいところとか多分取り入れられないんで、うん、もうブルージャのスタッフだったり身近にいる選手、今のベテランの選手だったりのアドバイスだけですね、もう